よし、こんなもんでいいか。出発。明日ね、M 君とツーリングに行く約束をしてるんで、ちょっとね、ちゃんと動くか、バイク問題ないかね、ちょっと近所をぶらーっと流してきまーす。いいね、吹き上がりも問題ないです。ガソリンはこの間ね、ちょっと満タンに入れといたんで、明日ね、出かけようと思ったんだけど、千葉のね、南に行く予定が、どうも南の方に行けば行くほど、降水確率が 50% 近くになるもんで、北関東の方にね、行こうかなんていう話をさっきしてたとこで、どうしよっかな。栃木、茨城かな。なんかまたね、まああるあるだけど、美味しいものを食べて、まあ田舎道をのんびりと走って帰ってくるっていうね、そんなパターンですけどね。いや、気持ちいいね、やっぱね。久しぶりですよ。前回バイク動画上げたなんて、いつだろうね。もう忘れちゃうぐらいですよ。いつだっけな、もう、なんかラーメン食べ行った動画、あ、その後そうだ。海で自分をドローンで追っかけてるっていう動画を撮るために海の方に行ったのは、これが最後ですね。多分。それからね、近所はちょこちょこ乗ってたんですけどね、本当になんか雪国の人ですかっていうぐらいサボってました。ちょっと反省しますという感じで、今信号待ちですね。私の家の近所は道の駅市川がね、近いんですよ。ここね、外観に入るところなんだけど、ここ左曲がってちょっと行くとね、もう本当、道の駅市川です。スーさん見てますか？見てたらコメントください。めちゃくちゃ近いんですよ。今度は近く来たら、行く前声かけてくださいね。よろしくお願いします。スーさんってね、元ブロガーの方で、結構バイクに関しては相当な知識といろんなことをね、知ってらっしゃる方で、バイクに乗る方ね、本当すごいですよね。もう相当長いこと乗ってらっしゃるんだろうななんていうね。私もね、免許取ったのがね、30代なんで、リターンライダーでも何でもないんですけどね。ということで、ここね、道の駅市川ですよ。たまにね、やんちゃな人たちが夜集まってたりする時があって、うちの息子くんもギャラリーしに行ってくるわなんつってね、出動する時があるんだけど、もうね20代も前半なんだけど、もうね、そういうのやめなさいと言ってるんですけど、まああんまり言うとね、まあいろいろまた親父うるせえってことになるんでまああえてそこはもう任せると。まあ君もね、社会人なんでね、
今日もでもね、多分何台かいると思うんですけどね。おお、後ろからスクーターは速いね、加速がね。もう私はあのもうのんびり走りますよ、ね、あのちょっとあの並んだからってあの消しかけてるわけじゃないんで、あのお互いゆっくり走りましょうね。でもってこうね、右に曲がって、あの私来月6月毎年恒例のあの幼なじみの山広くんとまた北海道に行きますんでね、あの動画をねいっぱい写真と素敵な景色と美味しい北海道のご飯をたっぷり撮影してこようかと思ってるんで、動画をお楽しみにしててください。そして私あの来年こそはね、6年ぶりにまたちょっと北海道に旅に出ようかなと思いますよ。このセローでね、あれ行き過ぎちゃったかな、ここかいいかな、あ、いますね、車があるから到着です。あ、カブが止まってますね。あ、こんにちは、すどうどうも。だって全然乗ってないですもん。本当にもうバイクがかわいそうになるぐらいで、3800キロですよ。やばいっすよね、マジで。お邪魔させてもらって、長話をしてしまいました。あのサーフボードのシェイパーさんなんですよ。とってもいい人でね、あの僕も何度かリペアとかお願いしたことがあって、であのサブチャンネルでね、あのすごい器用な人なんで、まあ、バイク乗ったり、あとは釣りですよね、カヤックでね釣りをするんですよ。で結構あの釣りも上手で、あの なんていうんですかね、このライフスタイル自体がスタイリッシュな人なんで、あの今風に言うとイケオジっていう、そんな感じの人ですね。ちょっと長話をしてしまって、いろいろあの YouTube もチャンネル登録者数が1万人を超えるというとてつもない人なんで、ちょっといろいろこうそんな会話をしながら今出てきたとこです。やっぱ趣味があるっていうのはねいいっすね。いろいろね、人とのつながりもなんかあの仕事とは違ってね、損得なしでお付き合いできるんで、非常にフラットな関係でいいと思います。ということでね、ちょっと寒くなってきちゃったんでね、今日は家に帰りますよ。明日は M 君とねあのツーリングに行く予定なんで、バイクの調子も問題ないっていういい感じですから、また明日以降のツーリング動画をお楽しみください。それではまたよろしくお願いします。